こんにちは、体が硬い人のためのパーソナルヨガスタジオ頑張りジムの杉田です。今日は、バッタコーナーさんですね。このバッタコーナーさんで体が前に倒れられない人、頭がこうつかないよっていう人に対して、どうすれば、つけられるようになるかっていうことについて、お話ししていきます。で、最初に生徒さんに説明するときに、とてもこう大事なポイントになるのが、動きのイメージを持ってもらうってことなんですよ。バッタコーナーサナに限らず、ヒップオープナー系の動きをするときに、この股関節の動き、ここのもものこう骨がこの腰骨の後ろをこう通っていくようにイメージできると、すごく股関節の動きっていうのが良くなってきます。これが硬い人っていうのは、こうここで動きが止まっちゃって、ここまで行かずに止まった後でこうぐーっとこう背骨だけ下ろす動きになると、なかなか動きが深まってくれないので、この状態からここで止まった時にもうちょっとだけ最後こうお尻がこう動いてくるっとこうここに行くっていうイメージを持つことが、まずは最初のステップになります。で、その感覚を作るための練習っていうのが、まず最初にやるというのが、こういう状態で足をこう外に回す練習をしてください。で、この時にこう硬い場合って、こう途中でこう止まっちゃって、こういう感じで止まるんですよ。こっからこの腰骨よりもももの骨がこうクククククってこう外に回るように、ここじゃなくてここからこう後ろに行くように、自分で腰骨をこうこっちのこっちのこう両方でもピュッとこう押さえちゃいます。腰骨をこう動かないように押さえて、止まったところからちょっとだけお尻をスッとこう寄せるようにして足を開く練習をしてください。で、この時に普段自分が硬い人だと思ってなかったこのお尻の上半分、ここの筋肉を使っている感覚を持つっていうのがとても大切になるので、まずはこの練習から始めてください。股関節の動く感覚を作ったら、実際に準備ポーズとしてはうつ伏せのハトのポーズがあります。で、この時にブランケットなどでお尻の高さを出すようにしてください。お尻を高くしてうつ伏せのハトのポーズに入ります。で、この時に、足でただこう上からこう倒れていくと腰が丸くなっちゃうんで、この状態ですけど、このままこう倒れるとここ動かないんで、最後背骨だけこう倒れる形になってしまうので、これどうするかというと、足でクッとこう足でこう地面を押します。地面を押してももの骨をクッとこう回すように動きを意識してください。キュッと、マットを押すことでクッとこう地面を押します。あ、で、形としても、うつ伏せのハトのポーズというよりは、片足での、バッタコーナーサナみたいな感じの方がいいかなと思います。ちょっと膝が外向きになります。通常の、うつ伏せのハトのイメージではクッとこう押して、この状態で腰骨よりもももの骨をクッと後ろに押し出すようにイメージします。で、この状態でクッとこうももの骨を後ろに押し出して、もし何なら押さえちゃっても大丈夫です。押さえた状態で自分は腰骨ごと背骨頭からいくになって、少し背伸びをした状態で腰骨ごと前に倒れていきます。そうすると自分では感じてなかったのここの伸びっていうのを感じられるようになります。で、この状態でキープしてください。で、これを同じように反対のやっていきます。この状態でうつ伏せの方に結構こうできればできるだけ開いて押さえます。押さえた状態で背筋を伸ばします。で、背筋を伸ばして腰骨が頭が下がるように腰骨がこのももの骨を越えていくようにイメージしてください。
こういう練習をしていきます。よくまあこれ系の練習であるのがこういう状態でこうこっちを押さえてこう倒していくみたいなのもいい練習です。これの方がまあさらにこれの準備ポーズにもなるので、うつ伏せのこう鳩、のバリエーションをやってみたときにちょっと難しかったぞっていう人はこの四股立ちの状態で骨盤を倒していく。で、この状態でこう椅子に座りながらやるとまた楽になってくるんで、この辺は各自、自分の状態に合わせて変化させてください。そして、この両方ともこのうつ伏せの鳩、まあ、全く同じの準備ポーズをした場合、あとでブランケットの上に座って全く同じのをしてください。これはシンプルだけどとてもやりやすくなります。こうしたときに、股関節よりも膝の高さが下に行くと、倒しやすくなるっていう動きがあるんですよ。でそうするとこう、こっち、お互いこう足を押して、すっとこう回します。押した力で外回し、ももを、ね、こう外回しするようにイメージしてください。もし必要であれば押さえてもいいし、手を前にしながらぐっとこう引き寄せる動きをしてみます。でも背筋をちょっとこう伸ばすようにして、足の裏、ヘリ同士を押しながら前に倒れていきます。そうするとまっすぐ、前に倒れやすくなってくるので、腰は頭だけ先行するんじゃなくて、しっかりとこう骨盤を、背筋を伸ばしてから骨盤を倒すようにすると、もし倒れなかった、頭が結果としてつかなかったとしても、必要な筋肉には刺激が入るので、練習としてはしっかりとこう効果のある練習になるので、ブランケットの上に乗って倒すことから始めてみてください。で、できるようになってきたらちゃんとこう外した状態ですね、まあ、地面でも、ポイントはブランケットに乗ってた時と同じような感覚でやろうとすることです。もちろん条件が難しくなるのでやりづらくなるんですけど、条件が変わったら感覚を変えちゃうんじゃなくて、条件が変わるけど、感覚をなるべく統一してやることで、必要な、感覚や能力が身についてくるので、倒れることを目標にして急にこうせっかくさっき練習したのを取り消すんじゃなくて、倒れなくてもいいから足で押して開いて腰骨から倒すっていうことを意識するようにしてください。そうするとこの状態で足で押して開いて頭を突っ込むんじゃなくて、少しこう背伸びをするようにして骨盤ごとここをクッとこうももの骨の内側に入れてお尻を伸ばしながら落ちてくると、しっかりと腰から伸びてバッタコーナーさまで頭がつく状態っていうのができてきて、でこれでまたバッタコーナーさまの効果として、頭がつくという結果じゃなくてバッタコーナーさまをすることで骨盤周りの動きが出て、お尻が柔らかくなって、骨盤の、股関節の動きが良くなるっていう、バッタコーナーさまの持っているポーズの効用が最大限引き出せるようになってくるので、その辺を意識して練習していただければ嬉しいかなと思っております。でポーズ練習するときは、まあ、必ず、心地よくて力強い状態が作れるかっていうことから逆算して考えるといいので、軽減法を使ってください。辛かったらも軽減法を使った方がはるかに、練習の効果が出てきます。軽減法を使いながら練習して、いつか、サポートがなくてもできるようにするっていうのが、基本的な練習の、考え方なので、きつい状態で無理する必要は全然ないです。軽減法自体がきつい場合は準備ポーズとして、それにこう合った形、例えば今だったら、この上に乗ってバタコマサノは軽減法で、その前の、うつ伏せの鳩のポーズとか、股関節を回す動きは準備ポーズになるので、軽減法を、考えて、それに向けるこう準備ポーズを 2,3 個考えてミニシークエンスみたいなことを考えてあげると、自分の練習がどん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 膨らみやすくなります。でまたインストラクターしてる人だったら、そうやってこうシークエンス、ミニシークエンスみたいな形で生徒さんに提供してあげると練習もしやすいし、そこから気づくものも多くなってきます。一つのものができなかったとしても、どういう考え方でっていう過程そのものも渡しているので、自分で応用できる力が身につくので、ぜひ一つの方法だけじゃなくて、ちょっとこうシークエンスとか考え方そのものも渡してあげればいいんじゃないかなと思っております。もしもこういう話が細かくちゃんと聞きたい場合は、目白ここで実際にパーソナルレッスンをしているので、ぜひお越しいただければ嬉しいです。遠方の方とか来るのが難しい方は、パーソナルで
あ、ごめんなさい、オンラインでもレッスンしてるので、ぜひご覧ください。それでは、皆さんの練習が心地よく力でいるものとなりますように、また次回のレッスンでお会いしましょう。